レンガは、日本の古来に普及した伝統的な死刑の一種。5.75の北区と7.7の秋区の長短区を交互に、複数人で連ねて読んで一つの歌にしていく。奈良時代に原型ができ、平安時代半ばに、長短二区を昭和する短レンガが流行して、やがて連ねて、長く読まれる、長レンガになり、鎌倉時代初期に50、100、 120区と連ね、同行期200区を基本型とする形式の百印が主流となる。南北朝時代から室町時代にかけて体制されたが、戦国時代末に衰えた。他人数による連作形式を取りつつも厳密なルールをもとにして全体的な構造を持つ。百印を単位として1000区、バンク形式や50院、河川形式もある。和歌の強い影響のもとに成立し、 あとに、徘徊のレンガやホックがここから派生している。対して、中国のレンクの形式を日本の家に応用して成立した、他人数によって定数化を読む英化方法の一種との説もある。レンガは和歌における因律を基盤として、複数の作者が連作する死形式であると定義することができる。講述する競技のレンガと紛らわしいため、このようなレンガ文芸を総称して、 不合文芸と呼ぶこともある。歴史的には和歌の上の句と下の句をそれぞれ別人が読むという遊戯的な試みがレンガの起源であった。およそ1世紀頃までに流行したこのような形式を単レンガと呼ぶ。これに対して平安時代末期から鎌倉時代にかけてレンガは成功を見分量の拡大が図られることになった。 五七五に七十七をつけて完結するのみではなく、七十七にさらに五七五、七十七、五七五、と、次の句をつけて展開し、おおよそ百句をもって一作品とすることが、一般的となる。このような、長大な形式のレンガを、超レンガと呼ぶ。超レンガの最も基本的な形式は、蒸気のように百句を一作品とするもので、これを、百印と呼ぶ。室町時代頃には、 ここから、さらに形式の拡大が図られ、百院を10作品を集めた千句、区、場合によっては千0区を10作品を集めたバンクといった形式も現れるようになる。他方で、室町時代中期から江戸時代にかけては、より緊密な作品作りを目指して、形式の縮小、省略も行われるようになり、余吉、河川、半河川などの形式が現れた。 またこれら省略形式とは別に、つくば集、新鮮つくば集などの順直線集では、個人の作品を記録に留めようとする見地から、前句とそれに対する付け句のみを抽出する符号の形が取られ、さらには百印、余吉などの第一句のみを単独で鑑賞するホックという形式も、起こった。以上は一作品の分量によるレンガの区分であるが、このほか、 レンガの発生期から存在した特殊な形式として和漢レンクがある。これは通常のレンガに5個との監視形式の句を交えたもので、後には関句のみならず枠にも応印するという派生的な形態も現れるようになった。さらに素材、内容、用語などの面からレンガは通常のレンガと徘徊のレンガに区分される。 そもそもレンガという文学形式そのものが和歌に準じつつも、卑俗な内容や滑稽を含むものであったが、時代が下るにつれて、極めて和歌に近い素材、用語、発想によるようになった。これに対して、山崎総監らによって体制された、徘徊のレンガは、レンガの形式を生かしつつ、俗語や漢語、また強い卑俗、滑稽の情を盛り込んだもので、近世以降はこの形式が、 本来のレンガと並存するようになる。徘徊のレンガから、さらにホックの実を独立させることで、明治時代に成立したのが俳句である。レンガを理解する上で最も重要な概念は、符号である。レンガは原則として、複数の作者による連作によって展開する。具体的には、作者 B が B の句を読む際に、作品としての一体感を保つために、 直前に読まれた句の内容を参観し、その情景や情手、苦境を踏まえて、句を作る。前句 A は、元より B 以外の作者の作品ではあるが、B は A の立場に立って、そのポエジーを推測し、受け継がなければならない。また、場合によっては、軸を読む予定である作者 C に対して、次の句が付けやすいように、前句の作者 A が配慮することを求められる場合もある。 すなわち B は B という句の作者ではあるが B という句に対して従前に自らの個性を発揮するのではなく前句 A や軸の作者 C に配慮しつつ前後の流れに合致するように作品を作らなければならないただし一体感とともにレンガで重視されるのは展開であり変化であるすなわち前句 A に対して B の句があまりに調和しすぎている場合には 作品全体が平板で変化のないものに陥ってしまう危険性が生ずる。レンガは多人数が制作に参加することで、句に盛られるポエジーが次々に変化し、異調してゆくことを狙いとする文芸であるから、過度にマイクと調和しすぎた句を読むことは、その本質から言って好ましくないのである。そこで作者 B はマイク A に対して適度に調和を保ちつつも、同時に 新たな要素を読み込んで展開を図ることが求められる。レンガ作者における個性は、このような局面において発揮されるべきものなのである。作者 B が B の句において、マエク A からの変化を図る際には、マエクの読み替えという手法が取られる。レンガでは一句が大変に短いために勢い、その内容には省略や飛躍が多く、多義的な読解を可能にすることが多い。 これを利用して A の句がその前の句と一体になって示される句位とは、ややずれた。しかし、A1 句の句位としては包摂しうる。新たな句位を A が持ちうるように、B の句を読む。句の展開の上で、さらに注意しなくてはならないことは、例えば作者 C が B の句の次に句を読む場合、その句 C が2句前に読まれた A の句と、内容的に重複しないようにするという点である。 歩くに対して肉前に歩くを打ち越しと呼ぶが、打ち越し A に、すでに存在する情景や上手、素材、表現をそのまま用いて C が読まれた場合、C に対して次に読まれる D 区は B 区と似た内容になりがちである。すなわち、A、B という展開が、C、D という形で反復される可能性が高くなるわけだが、これは、レンガの展開、変化という原則に反し、 作品を平凡なものにしかねない。そこで新たに句を読む場合には、打ち越しに存在する要素を避けることが最も基本的なルールとなる。さらにはこのルールが拡大され、特定の語の場合には、そのイメージが極めて強いために、三句前のみならず、四句前、五句前であっても回避しなくてはならないという、句を隔すべきものという式目が形成されていく。 以上が、つけるあるいは、符号の概念であり、その技法は、レンガの指摘展開とともに様々に変化、発達していったが、競技のレンガにおいてはもっぱら語の寄り合いによる符号が、行われた。寄り合いとは、ある語に対して、縁のある語であると広く認められたものを指し、レンガの成功した頃にはしばしば寄り合いをまとめた、寄り合い書きが作られた。甲府市坂織宮の境内にある、 山と竹る命と、おひたきおとの昭和問答家非神話に、古事記にある開国坂織において、山と竹る命と、おひたきおとの筑波山を読み込んだ昭和問答家がある。これを文学上では認定されていないが、レンガに当てはめ、筑波の道とも称される。だが、歴史上ではタンレンガの総統区による昭和形式では、万葉集発刊。 8万1639番の2と大友やかもちの昭和が文献上の書室である。中世の鎌倉時代から100句を基準とする長レンガの形式が整えられ、南北朝時代を経て室町時代が最盛期とされる。レンガは農学と並び室町文化を代表する遊戯の一つとされる。室町時代には二条、吉本、葬儀、神経などのレンガ誌が出現し、 貴族の邸宅や有力寺社などでレンガ会が催された。この時期、吉本らによって筑波州が先週されている。応人の乱で京都の文化が地方を伝播するとレンガも機内だけでなく日本各地で行われるようになる。諏王の大名、大内正宏の発願により、葬儀らにより新鮮筑波州が編まれた。集団政策による死刑であるレンガは、 こうと結びついて発展した。特に鎌倉時代後期から天神信仰と結びついた。レンガを目的とする天神港を特に天神港レンガ会と呼ぶ。公を結び、図像を掲げて天神供養を行い、持ってレンガを手向けとするものである。こうしたレンガ会は大和国を中心に発達し、室町時代を通じて、機内から各地へ伝播していった。 天神公連画会記録としては、大和国の奈良県宇田市の染殿天神連画、文書などが伝来する。戦国時代には、西宮神社では、エビス公と結びついて、門前寺院の円福寺、西蓮寺、東全貌の関係者を公衆とする先駆公が実施され、天文9年6月9日には、三好長慶が先駆公用の先駆殿二段を寺院に寄進していた。 戦国時代から近世にかけてもレンガは必須の教養とされた。戦国時代には里村上派が出てレンガ書を多く表すとともに諸大名と交際し教養としてのレンガの地位を信仰の大名のうちにも確立させた。里村家は後に徳川宗家に仕え将軍の指南役としてレンガ界を指導した。一方戦国末期には荒木田森武。 山崎総監などにより、徘徊レンガが始まる。これは、伝統的な宮廷文化の枠組みの中にあったレンガの題材を広く世相に求め、伝統的な主権や題材と、匹禁なものの組み合わせのうちにおかしみを見出そうとする、試みである。犬、つくば衆などがある。江戸時代には、徘徊レンガが流星となり、上方から井原西閣、松尾芭蕉らを排出したが、 レンガ自体は廃れた。廃海レンガもまた、江戸後期に至たり月並み流と言われる形式を重視したものに変化し、明治になり正岡四季の廃海から廃句への革新によって一旦は廃れた。第二次世界大戦の後は、王過信など現代史人の中から、レンガの集団制作性に注目し、伝統的な悪にあまりとらわれない集団史としてのレンガを実践する試みがある一方、 伝統死刑としてのレンガに再び回帰する動きもある。前者はレンガとして日本語以外の言語でも実践を行っている。後者は深川が昭安のレンガ会などを催し、伝統的な総称と練習によるレンガ作を行っている。また、両者の傾向ともインターネットによる実践を行う試みが各所で行われている。ただし、このような復興の動きがある反面、 レンガを行う人口や結社の数は、俳句に比べれば、金賞と言える状態に留まっている。レンガとは、英歌方法が異なるが、複数人で歌を読む形式などが共通する英歌方法に、短大俗歌がある。短大と俗歌ほぼ同義で用いられているが、短大とは、歌人がくじ引きで弾いた課題を読むもので、元は短大で読まれたものをまとめたものを、 俗歌と呼んでいたと考えられている。また、短大では、当座で読むことが必須条件であったが、俗歌では、現代で出されても良いものとなり、定数化の形式として定着した。短大歌会と、レンガ会には、当座性や遊戯性など共通する性質がある。ありがとうございます。